あ、お疲れですなんか違和感ありますね。<laughs> あの、そう、あの所ジョージさんのね、前、なんかもう多分番組やってないと思うんですけど、所ジョージさんがやってたなんか実験番組があったんですよ。夕方ぐらいにやってたやつ。まあ相当昔の話なんですけど、まあそこの実験番組でね、題材が出てて、雨が降ったときに走った方がいいのか、あの、歩いた方がいいのかっていうね、どっちの方が濡れないんだみたいな。 ま、走った方がいい、今、でも走るとその分当たんじゃねえかみたいなね。なんかこういう、なんか、じゃあそれ実験してみようっつってね。まあ、結果、結論、あの、走った方がいいって言うね。だから結局その選択の連続なんですけど、まあ、なんだろう、悩むじゃないですか。何がいいのかな、みたいなね。だけど、早く選択して早くやっちゃった方が、結局早い結果を得られるので、なんだろうな。まあ、そこのリカバリーも早くできるし、結局その早く決断する、 早く結果を得る。じゃあその早く結果を得たものに対して早くリカバリーしていくっていう方が、まあ結論濃くなるし、まああとね、あの経験値がたまりますね、こっちの方が。うん。だから前回の動画で人生を失敗しなければ人生に失敗するっていうね、まあトンチみたいな話で、僕はこの言葉好きなんですけど、まあ、どれだけ経験したかっていうのがやっぱ大事なんじゃないかなと思いますし、 だ失敗も含めて経験ですし、失敗せずに成功してる人を見たことがないですし、なんかね、なんかみんな初心者の人は失敗せずに、なんだ、100%、なんだ、これが正しい、儲かるからやるみたいなね,ね、それを求めてるんですけども、<laughs> やっちゃえよっていうね <laughs>、さっさとやれみたいな話ですよね。うん だ億万長者合宿でもね、億万長者合宿に参加したら、本当に億万長者合宿になれるんですかみたいなね。答えが欲しいみたいなね。知らねえよみたいなね。<laughs> まあ、あの時ブチ切れましたけど、うん。だからまあ、なんだろうな、まあ一般の人はね、やっぱその求人票を見てもう結果が出てるじゃないですか。 まあこれぐらい働いたら時給いくらですよとかこれぐらい働いたら月給いくらですよっていうその答えありきでやっぱ人生を選択するのでうーん,なんか大きく見ると答えが見えてるゲームとか答えが見えてる人生って面白いのかなっていう,うん答えを探ししてる人生の方が面白いんじゃないかなと思うんですけどねうん だ答えを模索して探していること、まあ、答えは僕は結論ないと思うんですね。人それぞれの答えがあるので。だ答えなその共通して、まあ、共通して答えがあるとするならば、失敗するパターンですよね。これはもう共通して多分全部に言えると思います。ただ、成功のパターンは色とりどりなんで、その人があの自分の成功を見つけないといけないし、 多分僕のやり方ですよね。僕の売り方は他の人が真似しても多分無理だと思いますね。うん。で、それを僕は推奨してないし。ただ、一つだけ共通ルールはあるんですけど、結局、売る相手はお客さんですから、そのお客さんとどういうリレーションシップをするっていうのは変わらないわけですよ。だからその変わらないことをしっかりやればね、あの売れるわけですよ。だから、あの、熟成さんでもなんだ、最近のアドバンス生で、 あのーなんだえーっとアニメ業界に10年ぐらいい,たいてた人いるんですよねじゃあその経験を発信すればいいじゃないですかつってまあアドバンスコース入ってねその発信を始めたんですよでその人もねこんなんで大丈夫ですかっていう話なわけですよねまあそのアニメ業界で働いてきたことを別にそのなんかすごい実績を残してたわけじゃないしただ働いてただけなんですよね でもその歴は10年以上で貼ってるんで、で、それを、まあ発信を始めたわけですよ。で、発信を始めて、まあ結局、まあオチとしては、まあ商品作って売れたんですよね。で、その商品が何かっていうと、まずず、の相談会みたいなね。<laughs> まず無料でやったんですけど、無料でやった後、次じゃあ有料にしましょうっつって、有料でズーム相談会をやったんですよ。まあ、有料で買ってくれる人が出てきて。で、今またいろいろやってるんですけど、 でまあ、その報告もらう中で、まあ、僕がねあの、こんな商品作って売れるとは思いませんでしたみたいに言ってましたけど、うんまあ、やらないと結果は分かんないですよね。うん、みんなやらないまやらない、やらなくて、ああだこうだ言うんで、うん、まあひ、うん、端的に言うと、やったところで死なねえよっていう、でもやらなかったら死ぬよっていう。 うんまあこれはね、まあ、あの、年金大丈夫ですか、えー、なんだ老後大丈夫ですかみたいなね。じゃ今の会社絶対リストラ合わないんですか今の会社絶対潰れないんですかっていう保証ないじゃないですか。だから新しいことをやるっていうことはもう必然であるんじゃないかなと。で、あと変わるってことですね。まあもう時代はもう早く変わってますし、だその会社が時代に適用できなかったら潰れていくし。 あなた自身も時代に適応しなかったら潰れていくしもう本当にこれからは個人がどう発信していくのかっていうその発信がマジで重要なファクターになってるので、まあ、それができないってなるとうんまあ雇われてね飯食っていくしかないしじゃあ雇われて飯食っていくってなった場合雇い先が潰れたら終わりじゃないですか人生終わりですよねあなたを雇うあとあのな,な,なんだっけなこれもなんか YouTube のニュースでやってたんですけど大阪の今 なんか今、失業者が220万人ぐらい出てるらしいんですよ。コロナの影響もあって。で、こう、大阪のそのハローワークか、もう連立連夜はすげえ並んでるらしいですよ。で、それが出てたんですけど、じゃああなた採用、なんかそのインタビュー受けてた人は53ぐらいだったかな。もう行き場がないみたいなね <laughs>。だから、大丈夫ですかみたいな。雇われて人生生きていくんでや、雇われなくなったら終わりですよって話じゃないですか。 うん、だからまあ自分も変えない、まあ、会社が変わることを待つのか自分を今すぐ変えるのかどっちがあのいいですかみたいな <laughs>、ね、まあでもみんな変えないんですけどねだから勝てるんですよみんなが変えてみんなが発信したら、まあ、稼げなくなっちゃうんでありがたいですけどね, <laughs> ね久保さん <laughs> 久保さんと僕のやり取りをみんなができたらまあちょっときついですよね まあこれぐらいのマインドがあって、これぐらいやってたら、ねきつくないですか <laughs> そう。だって誰もなんか、いや、俺もやってるしってなるじゃないですか。久保さんと僕のやりとりは、誰も到達できないやりとりなんですげえなってなりますけど、みんながこれやってたら、いや、当たり前のことをやってて、うん、別に何も、うん、何も出ないですよね。すげえな、みたいな。うん。これはね、まあ時代が変わってもみんなやらないんで、なんだ。 あのー、僕はラッキーだなと思いますね逆に言うと。なんかやった人だけが、まあ、生き残れるって感じですかねこれからは。うん。はい。いってらっしゃい。